今日はですね、短い時間ではありますけれども、リスボンに遊ばれての、ね、路上あふれる映画の後で、少しパブに寄って小旅行を楽しんでください。今の曲は、暗い橋系、アメラ・ロリゲスがですね、世界的にパロという言葉を知らしめた有名な一曲でした。ポルトガルという国はですね、昔ブラジルという大国に攻め込んでいって、ね、大きな国を征服した時代があります。今のポルトガルからブラジルへの熱い思いという曲が残っておりまして、その曲はパラデスブラジル&ポルトガル、ポルトガルからブラジルへの熱き思い、熱き思いのことをサラデというふうにね言います。ぜひとも聴いてください。レコードを作った人がいまして、工藤咲さんという曲なんですけれども、異邦人という曲がありましてね、その曲がとってもファドに、ね、似ているということがありまして、今日は異邦人とファドをですねミックスしていこうと思います。原曲といいますか、似ている曲の方はですね、マリア・ミジュボラという曲ですね。
このシャイロ、黒いシャイロを身にまとって魚を売った後に自分のお家に帰っていく彼女の名前はマリア・ミジゴワ。とっても素敵な生かした女性だよと歌っていますね。ぜひともミックスをお願いします。楽しみくださいませ。
ても哀愁感あふれる寂しくてちょっと暗い音楽だっていうふうにね思われた方も多いと思うんですけど、今みたいにハドコリードって言いまして、明るい曲調のものをたくさん僕までは現地で歌われております。このギターね、ポルトガルギターと言いまして12弦のギターです。なかなかね入らないね、ポルトガルのしかないギター、そしてあとはダメコギターのね共に弾きますわけですけども、ポルトガル人はこのギターの音を聞くと何かをなさずには歌えない民族であると歌っているパドの名曲があります。アブレル・ロリゲスがこの作詞をしたんですが、歌わずに後世に詩だけ残りました。今ポルトガルのハリスたちがこの曲をね歌いながら、引き続き後半の魂を伝えているわけですね。皆さんの魂、故郷、皆さんお持ちだと思うんですけれども、故郷に向かって思いを馳せるサーガーで、ね、今から皆さんの自分の故郷の中にひたすらこう入っていく時間としてですね、一曲聴いてほしいと思います。私の故郷の人々、映画の中でもねライオンズさんはいろんなところを旅して歩きながら、ね、自分の人生をこう思い出すようなシーンがありますけれども、そういった人生の旅路とか、自分の帰りたい場所、そんなイメージで聞いてもらえたらなと思っております。オーチェルナミニャテラ、私の故郷の人々です。
をゼルダ・ビニア・テラ、私の故郷の人々という曲ですね。先ほどから何回かサウダーという言葉を、ね、言っておりますけれども、映画でたくさんの友情を楽しんだ後に、あの音楽を楽しんでいただけたらと思っております。最後の曲なんですけれども、皆さん長い時間お座りになられて、もうお疲れかと思うんですが、少しね、気持ちをスカッとして書いていただけたらなと思っておりまして、一つちょっと簡単な歌をね、歌ってみようかなと思います。リスボンというのはですね、日本ではリスボンと言いますけれども、現地に行きますとリジュノアっていうふうに言うんですね。でリスボンの香りというのをシェイラーリジュボアという言葉で言います。題名もシェイラーリジュボア。リスボンはたくさんの豊かな緑と、そして食べ物も美味しくって、人々もとてもあの優しくって、そんなとてもいいところだよというね、リスボン賛歌です。シェイラーバイシェイラーリジュボアシェイラーバイシェイラーリジボアというフレーズなんですが、ちょっと声出してみましょうか。さあ、はい、シェイラーバイシェイラーリジボア、はい、シェイラーバイシェイラーリジボア。オレイ、OK ですか？オレイ、ありがとうございます。皆さん途中で私はこのような手を、ね、合図をしますから、皆さんそこで一緒にシェイラーバイシェイラーリジボア、リズボンに行きたい気持ちがねたくさん増してくるように歌ってね、どうぞ今日の歌を最後まで楽しんでください。行ってみましょう。シェイラーリジボア、Oh, my God.